上城氏大正5年11月25日は自由民権化、教員。1874年の民選議員設立憲白書で高まり始めた自由、民権運動、国会開設要求は長野県にも波及した。上城氏は、1879年11月20日、松沢旧作、市川良作り、三上忠士邸と共に運動を進めるために、 結社を設立し、それを人々の結集の軸にしようと相談をした。これが進むただし社設立への第一歩となった。1880年1月には規則、劇文が寄贈され、2月1日に新木会が開かれて進むただし社が発足した。4月11日には松本南深市町の寺に745名の参会者を集めて大会が行われた。 1880年5月21日、上条と松沢旧作は、長野県2万1535人の総代として、国会開設を上願いするの書を持って、松本を出発した。二人は5月から7月にかけて、大条官に対して15回に上る、波状的な粘り強い請願を続け、元老院にも4回の請願を行った。7月9日には、 岩倉ともみに会い、人民に請願権があることを力説した。この請願運動は成功しなかったが、二人の同行は新聞で報道され、国会開設の世論を盛り上げた。明治政府は民権運動を弾圧するため、1880年に集会条例を定めて、政治集会に教員や生徒が参加することを禁止した。これは、 教員の政治活動に対する大打撃であった。長野県は政府の作った小学校教員心得を1881年7月に全教員に配布して政治活動禁止を徹底しようとし、さらに1882年9月には長野県市販学校の制度を改定して校長の権限を強めた。このほか生談演説のための学校使用禁止、 生徒の取り締まりの強化などを進め、一方、中空外国の教育を促進するように、わざわざ国内省に洋学公用の家フを要請し全校に配布した。このような弾圧を受けて、民権運動に参加していた教員は次々と手を引かざるを得なかったが、上条もまた同様だった。上条は亡くなる2年前の1914年に松沢旧作伝に罰を書いているが、そこに、 教員になって告示を語らなくなったことは自分本来の考えと違うことで大変に恥ずかしく万死に値するとある。このような弾圧に負けてのことであるが、家中にいた彼らが弾圧と自分の転候との関連をどのように認識していたか今ではわからない。ありがとうございます。